はい、どうもこんにちは、たかままです。今日はですね、コーディネート紹介なんですけれども、実は今年の3月 What I Bought っていう動画でご紹介していたコルニエというブランドのアイテムを使ったコーディネートになります。でちょっとブランドさんからのご依頼で、僕の考えるコーディネートを提案してほしいということだったので、今回4つですねご紹介させていただこうと思います。でコーディネート紹介に移る前に、ブランドの紹介をまず簡単にさせていただこうかなと思います。今年の SS から僕は知ったんですけども、確かスタートもそこからだったはずですが、日本の最高峰の素材と、独自の技術をよりこう皆さんの手に取りやすいような価格でみたいなコンセプトです。ざっくりした感じで言うと。でですね、実際に僕も手に触れていろいろこう袖を通してみたんですけども、なんかこの感覚とか手触りってあのブランドみたいだなとか、なんかこうちょっと既視感はあるように見えて、かなり優しい価格設定になってるなっていうのが第一印象でした。でそんな中でね、以前ご紹介させていただいて、僕の弱小チャンネルながらそこそこ反響もあったようで、でそれを受けてからの今回この動画になります。で、4つご紹介する中で僕の私物を混ぜた企画みたいなのは初めてになるので、いろいろとこう考えて皆さんにご提案できればなと思いますので、最後までゆっくり見ていただければと思います。それでは早速どうぞ。はい、ではスタイル1つ目です。まずはですね、僕の古着のコートにインナーでこのコルニエさんの泥染めの BDU ジャケットを用いたスタイリングになります。これ何がポイントかというと、シックにちょっとモードっぽい感じがいいかなと思って、 BDU のジャケットをモードミックスにしようって思い、このコーディネートを組んでみました。実際これ脱いでみるとね、かなり深みのある泥染めになっていまして、日の光で見るとやっとその生地の雰囲気が伝わるかなっていうぐらいなので、肉眼で見るとね、またさらにこれが伝わるかなと思います。でこのシックに大人にまとめるっていうところで、メガネも IC ベルリーにしてちょっとこうソリッドな感じにしてみました。足元のラフシモンズのポイントです。はい、そしてスタイリング2つ目。次の主役はバージンウールとシルクを使ったフードのジャケットを主役にしながら、あとはブルー系でまとめてますね。フードのジャケットって普段あんまり着ないんですけれども、どうしようかなと思った時に色と小物使いだなって思ってこれにしました。で、この着用しているフードのジャケットなんですけども、なんとエクセラジップ。これ嬉しいですよね。はい。インナーに使っているリパーパスのカーディガンもこの冷たいブルーがいい色ですよね。で、第2の主役といっても過言ではないこのサングラスがボビーシングススタンダードのサングラスになってます。フードをかぶってみるとこんな感じです。大きさもちょうどいいですよね。かぶりやすいですし、変に大きすぎることもないので収まりは非常に良いかなと思います。後ろから見るとこんな感じ。はい、ウールシルクなんでね、なんか寒暖差がまだちょびっとあるかなっていう時にさらっと羽織ったりとか、あとは内物で枚数を増やしたりとか、素材をウールカシミヤにしてあげるとまだ着れるかなっていう感じかな。あとは暑がりの方ですねには持ってこいかなと思います。なんかどことなくちょっと音楽を感じるような、ほんのちょびっとだけストリートなエッセンスがあるかなっていうようなコーディネートでした。ではスタイリング3つ目いきます。次のアイテムは
このコーディロイのスラックスになります。ウールとカシミヤが入っている、もうとても上品で肌当たりのいいスラックスです。それに古着のナイロンジャケット、 60s ぐらいだったと思うんですけど、それにグイリーのブーツを合わせてみました。インナーはマーティアのサンズのチノシャツですね。この古着のナイロンジャケットも、このワッペのデザインが僕のツボすぎて、すごく買ってしまいました。スラックスの詳細はこんな風になってます。シルエットは緩やかなテーパードになってまして、腕の表情がカシミヤが入っているだけあって高級感ありますよね。で、肩玉縁の作りです。メガネはアイバン7285ですね。ちょっと色味を同系の雰囲気でまとめてみました。では最後スタイリング4つ目に行きます。アルマーニのジャケットを使いながらワイドパンツでアルマーニらしさをそのまま残しつつも、なんとインナーにはペーパーブルゾンを使うというね、なかなかアバンギャルドなスタイリングだなと改めて見て思いましたね。このワイドのパンツもね、本当にいざとなったら何でも使えるので、ジャケットのスタイルだろうが、まあ、ニットだろうが、コートだろうが、まあ、時期はそこまで問わないかなとは履いてて思いました。このペーパーブルゾンやばくないですか？後ろゴルフの柄になってて、カラーリングのバランスがとても秀逸です。こんな風に開けてきてもいいんじゃないかなっていう風には僕は思います。そうすると、この柄の見えてくる面積が減ってくるので、ちょっとこうショールを巻いているような感じというか、そんな風に見えてきますね。で、ちなみにこのパンツ洗濯機で洗えるっていうのがとてもありがたいポイントですね。真っ黒というよりもどちらかというと墨黒に近いようなトーンになるので、暗めなものを合わせたとしてもほんのちょっぴりだけ軽やかさが見えてくるような雰囲気に仕上げられるんじゃないかなと思います。根元はモードな感じに合わせまして、 IC ベルリンで統一感を出しています。はい、ということでいかがだったでしょうか。スタイリング4つ見ていただきましたけれども、シンプルなスタイリングからなかなかパンチのある、コーディネートまで割と幅広く見ていただけたんじゃないかなとは思います。ただ僕の個人的な感想はどちらかというとパンチ多めなスタイリングが多かったですね。はい、ああいうシンプルなものだからこそ、癖のあるアイテムが生きてくるので、本当にあのスイカに塩的なスタイリングかなと、はい、塩バターキャラメルみたいなねスタイリングになったんじゃないかなと個人的には思います。どのコーディネートが良かったか皆さんぜひコメントにて教えていただけるととても嬉しいです。まあ、これを機にですね、コルニエというブランドまだご存知でない方も何か触れるきっかけになったらいいんじゃないかなと思いますね。僕のチャンネルでは皆さんが知ってるようなファストファッションのブランドは絶対に紹介しないっていうのは裏コンセプトでもあるので、なんかその中でもそれではないけどちょっと手が届きづらいなっていうものの中にちょうど入ってくる、本当にまあいい塩梅なブランドなんじゃないかなと思いますので、今ポップアップだったりとか、あとはオンラインストアが基本だと思うんですけれども、ぜひねインスタグラムもチェックしてみていただければと思います。はい、では今日の動画は以上になります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。